はい、皆さんこんにちは。ジュエルモンスターズです。立花和樹です。今回は絵のことをもっとよく知ってもらうために100の質問に答えていきたいと思います。それでは行ってみよう。立花和樹です。通称カズポン。もともと動画配信してた時に、なんかあだ名つけてくださいみたいな方が何人かいて、それでみんなになんとかポンなんとかポンって言ってたら、いつの間にか自分はカズポンになってました。生きること、飲みに行く、東京です、飲みに行く。ビーファの時は赤だったけど、今は黄色だから黄色で。犬、虫、虫、虫、何でも、わがまま。親戚は分かんないけど、兄弟はお姉ちゃんが2人います。一緒に飲んでくれそうだからカイト。LINE、 秋、元気いっぱい男の子。焼肉、韓国料理、イタリアン、パスタとか好きだな。キムチ。ポケモンかモームスだった気がする。昔ヤブコウタにめっちゃ似てるって言われてた時期がありました。なんか小さい頃はマジでなんか混ぜてて、大人がいい子だねっていうものを言ってた。なんか小5、小6ぐらいの時にはお医者さんになっていろんな人の命を救ってみたいですとか言ってる、そんなような子供の夢でした。ドラえもんのポケットをもらう。陸上部。まあ基本的にビトンがメインですね、使ってるものは。2億円か。2億円は貯金して5000万で遊んで、残りの5000万を頭金にマンション買う。最近何？ネットフリックス。ずっとフル見てたんだけど、最近ネットフリックス見るようになったかな。昔ねテニス好きだったな。テニススクール通ってました。総理大臣。笑顔。スタッフに連絡。180センチ、正確には178.8センチです。多分成立する。生誕かな。なんだかんだで、でも一番でしょ。一番選べないけど、生誕祭が一番嬉しかったかな今まで。ここ最近だとセラが怪我したこと。何に笑ってるんだろう。何が楽しくて笑ってるんだろう。今一番絶望したかもしれない。涙は出てないけど最近セラ怪我したこと。遊ぶ。でも滅亡するとみんなもなんかするもんね。まあ、したいことするでしょ。ずぶとく生きる。うわー、やっとけばよかったって言いながらあんまり気にしないタイプだから多分後悔してない。多分わがまま。あ、イニアシャーの漫画がめちゃめちゃ好き。全巻持ってます。多分実家に捨てられてなければ残ってる。昔メイグがめっちゃ好きでした。今は雑誌見ないですね。
ルイボスティーよく飲んでます。シャネルのガブリエルを使ってます。あんまりこだわらないけど、なんか綺麗めな感じの方が好きかな。なんかドットとかそういう系だったら、なんかカーテンとかだとこういう感じのものとかかな。メイクじゃない？あ、でもみんなでエンジンやってる。モンリョウ一択、ほんと美人。 A 型です。目が覚める、携帯確認、ひげ剃る、お風呂入る、支度する、出発。メイク落とす、テレビつける、寝る。いて座、どれも嫌。無理。朝からカフェでコーヒー買ってサンドイッチとか食べちゃう感じのおしゃれ系、できる系、なんかすごい人。あんまり歌に興味がないから、あんまり好きな歌手いないんだよね。いない。なんかいたんだけど忘れちゃった。まあイニエスタってことで。長時間ライブ楽しいけどね。楽しい反面体力が。走ろう。イニエスタ、なんだろう、歌いやすいやつ。 あとはできるだけなんか最近流行ってるやつを覚えようと思って頑張ってます。ネックレスとカバン、物じゃないけどセラ。俺さっきさ、なんかもう全部さ似たような感じになっちゃうんだけど、まあいっか。イニアシャ、チョコパイ、じゃがりこ、サラダ味、ルイボスティー。おじさんとパパ活した後にホストの初回嵐をする。あ、最近だとちょうど昨日見た、なんかってやったら鼻毛がめちゃくちゃ抜ける夢。あ、お酒を飲まない人間になりたい。飛躍の日、しもべが欲しい。対応するしかないよね。楽な人生、目玉焼き。笑ってる顔じゃないかな。特に決まってないけど、イラッとするときに、イラッとしてるときに何回言われたら誰でもイライラすると思う。いやー、もうね、うちで頑張ってる人たちがみんながね、夢を叶えてくれることですね。はい。決まってるじゃないですか、悪ですよ。正義ってね、正論ばっか言っててね、なんかね、悪の方が強いって思っちゃうよね。でもね、いつでも自分は正義でいたいですね。しないかな。ノーコメントで。あ、送って。え、めっちゃ信じやすいから騙されやすいと思う。なので皆さん騙さないでください。美味しいものが出てきて、美味しいお酒があって、カラオケがあって、楽しくて、ワイワイしてるとこ。批判された理由によらない？だから、内容によります。その場で着たいもの。あ、でも基本的に綺麗めな服の方が好きかな。そりゃ日々ありますよね、誰しも。静か。それはそう。あれオタクかもしれない。なんかライララ踊ってるときに、なんかラインダンスするときに、ハルキがこの小指をキュッキュッって握ったこと。普通じゃない？あ、でも少ない方かも。やりたいことをやりなさい。
それはどういう意味だろう。でも一人で生きていけそうってめっちゃ言われる。でもそんなことないです。寂しいです。暑くない晴れ。ロング巻き髪。あ、昔のキャバ嬢アゲハみたいな感じかも。わがまま聞いてくれるかどうかかな。英語。お笑い芸人全然見ないからわかんないんだよな。アンジャッシュ。アンジャッシュって誰？まあダメです。アンジャッシュです。インキャ。三浦翔平。あの顔になりたいね。一致団結。はい、サクッと言ってしまいましたが、前のことはご理解いただけましたでしょうか。ね、なんかほとんど似たような答えしか出てこなかったけど、今度あれだね、なんかああいうのとかやりたいな。俺の取扱説明書みたいなやつだったらね、ぜひその取扱説明書を読んで、少しでも気になった方はライブに遊びに来てください。またねー。